今日は5 on。 あーすげー、あれ入ってる声入ってる、はい、あ、そっか、あれか、あ、これで入った。いやあのね、ゆうべが DJ とね楽しかった。すげー得られるものがいっぱいあった。だからね、スロットなんてやめればいいんだよ。いや、ダメっすね。あの、来週は行きます。今週はちょっとね、とある事情で、あの、ガルパンおじさんやってるんで、今日は。さあ、今日のルールは ?18 人。はい。はい。いやー、マジ楽しすぎたわ。DJ チュンリーは、すげえなあこのカード。はあ、もう大会前からすでに疲れちゃった。しかし今日はメンツが結構濃いぞ。あれ、ゆうべかさん。はいはい、すでに書かれてますな、もう。100円でございます。19人。そんなもんですかね、じゃあ今日は。はい。はい。あ、ヒデでーす。多めですね、そうですね、多めですね。今日19人。本来なら今日は、津田沼の、はいはい、フリープレイ対戦会が、8時まで行われて、ね、今多分飲みに行ってて、はいはい。で、多分そっからの、まあ、多分夜のお遊びまで込みだと思うんで、はい。じゃあこっちには来ないと、そういう。そうですね。うん、まあちょっと、火で生きろ。生きてます。とりあえずね、生きてるから大丈夫。いろいろあったっぽいけども。はい、あのね、火で死んだとかね、みんなの愛されコメント、本当ありがとうございます。ね。お、松清さん。松清さん、エントリーしてます？してる、OK です。すいません、ごめんなさい。はい。遅れてすいません。あ、全然、大丈夫です、大丈夫です。ニュートン、緩いんで、全然問題ないです。うん。まあ、でも、とっとと始めましょうかね、もう。何ある？ハデさん。19人。まあ、ハデさん入れたら20人。さあ、どうしましょうか。あれ？本当？待って待って。あ、2、4。あ、松清さんエントリーしてるって。え、松清さんある？あ、ないね。松清さんなかった。エントリー料金払ってます？あ、じゃあ100円でお願いします。はい、ニュートン緩い感じなんで自動エントリーなんていう便利システムは存在しません。マスキオさんのね、サガット俺超好きっすよ。超ロジカルなんで。いや、めちゃめちゃいいっす。特にバーサス来始めてから、鬼のようになんか、一つ一つ形になってきてる感じが、まあ、僕上から言ってるわけじゃなくて、すごい、如実にすごい変化が現れてる感じで、すごい楽しみです、本当に。いやー、いいっすね。楽しいゲームやるのが一番です。そんな僕もすっごい素数が楽しいです。はい、じゃあ何やりましょう。20人。5人チーム4つ、5オン？あー、トーナメントの方がいいんじゃないですか、時間進行的に。ね。ね、そう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 。じゃあ、それでいきましょう。誰がどう決めます、メンバーは。それは結構偏り出るぞ。まあ、別に僕それでも構いませんけど。はい、みんなー、聞いてー。聞いてる？いい大人なんだから聞いてね。今日20人で、5人チーム同士、5on5、トーナメント形式、1回戦、まあ、準決勝負けても、ルーザーズ同士の3位決定戦あり、で、やってきます。で、こっから、人選、どうするかっていう話なんですけど、機械によるコンピューターで決めてしまうという暴挙もありますが、まあ、か、我こそはリーダーみたいな感じの同じね、レベルくらいの人4人集めて取り合いっていう選択肢もあります。そこは皆さんにお任せしようかと思いますが、我こそはリーダーやってもいいよっていう人が4人集まったら、まあ、もしくは1人ないし2人集まったらそこから2人くらい声かけてね、そうやって組んでもいいのかなって思うんですけど、
どうでしょうか皆さん。荒れるの？完全ランダムで、名前を20人入れてもらって1から20まで入れて1から5、6から10、11から15、16から20でやっていきましょうか。それでみんな文句ないですか？本当に文句ないですか？いいですか？後でブーブー言うのは大人としてねちょっと恥ずかしいですからね。それいいですかね。じゃあそれでいきましょう。さあ今日はねニュートンにね T シャツでね日本の悪と書いてあるプレイヤーもいらっしゃいます。なかなかすごいですね日本の悪。ジャパンイズデビル違うな、それ日本の悪魔になっちゃうな。デビルオンジャパン、それも違うね。日本の上の悪魔ってなんだっていう。あ、破天荒さんに聞けばいい、確定だわ。え？イービル？イービルって悪って意味？へぇー。謎の大人連呼。よだれ垂らしてるのもある。まあゲームができりゃ文句ない、間違いないですね。まあね、こうね、みんないい大人がね、夜の9時以降にね、こうやって集まってるわけですから。はい？なんで一人で漫談してるの？いや、これ、あれっす、まあ、時間ずらにもあるんですけど、こう、ね、ニュートンのね、配信を楽しみにしてくださってる、まあね、このね、オーディエンスの方にね、まあ、つまんないかもしれないヒデマイクを投入という。ありがたいですね。いや、ありがたいかどうかわかんないんですけど、ただ単に今日全然喋ってないから喋りたいだけっていう。1億人、やばいっす、1億人見たら。あ、関西の人も見てる。あ、それはありがたい。海外。あれもう決まったの？早っ。あ、なるほど。お茶丸、青菜、17は中島、長州、18、篠二。行ってきますよ。17、中島、長州。で、待って。12、1、17、5、18、篠2が、まず1チーム目。次が、3、4、5、14、チャウォーズ、デレロー、スギ、カタカナでスギ、松木を、カタカナで松木を、友だ。で、その次が、ヒデ、カワシム、山本、裏手に、バイパー。結構強い。で、残りが、うね、タコ様、9、破天荒、いやー、ここも強くね、機械ゆうべが。はい、決まったよー。皆さん対戦しながらでもいいので耳は傾けてください。左上のチーム、お茶丸、青菜、中島、長州、篠に、左下のチーム、茶坊主、デレロー、辻、松木を、友だ。右上のチーム、ヒデ、カワシム、山本、裏手に、バイパー。右下、タコ様、果て、機械、ゆうべが、となりました。ランダムにしてはね、うまい具合になったかもしれない。いい感じかも。一チームだけすごい偏ったってのはない。はい、という、一体左、
はいはい、じゃあチーム決め終わったので皆様カウンターの方に来ていただいて自分のチームを確認してください。もう始まりますからね。やりまーす。はい、メンバー集まってなかったらね、よ先輩になっちゃうよ。はい、じゃあ1回戦、おちゃる丸青菜中島長州しのにチーム対、はい、茶坊主デレロー杉松清友座チーム。はい、今呼ばれた人、ね、こっち来てください。今呼ばれた10人集まって試合です。ワンピーツーピーか後出しかをじゃんけんで勝った方が選べます。あ、じゃあ順番はかぶせ合いみたいな、ん、順番はコンパニと先方申告じゃなくて先方申告の方が面白い。あ、そう、うん、じゃあ先方だけじゃあ申告にしましょうか。じゃああとはもうそのまま行きたいやつが行けと、うん、そうそうそう、あとキャラは自由で、キャラ自由です。ただ一回使ったらそれにで固定にする、どうします。いや、もう自由でいいです。あ、じゃあもうキャラも自由でかぶせ放題だよ。ゴチは5000円 ね、 ね、はい、じゃあ、ね、チュンリーは8000円ね。やめて破産しちゃう。じゃあワンピースーピーだけ決めて、ワンピースーピー決めてください。じゃんけん、はい、シノ兄さんと誰がじゃんけん、下の方のチーム、松尾さんじゃんけん、はい、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、どっち、ワンピースーピー決めて、どっちどっち、どっちでも、あ、いや、後出しはなくなりました。うん、申告です。先方はワンピー、ワンピーを選択。目がね、苦手マンなんで無理っすわ。はい、じゃあ決まった、コンパネ、コンパネ決まった、コンパネ決まったら、はい、チームごとに集まって先方を決めてください。先方だけね、申告してください。キャラ自由です。あ、チュンリーは5万円でいいよっていう。無理っす無理っす、俺そんな金持ってないっす。いや、優しいお言葉が。了解です。ねえ。はい、じゃあ下のチームの方も先方申告お願いします。あー、今日おならが止まらない。絶好調、腸の動き。じゃあチュンリー10万円でいいか。はい、あの下のチームの方、先方申告。さあやりましょうやりましょう、最大で36試合ありますからね、進行は早めでいきましょう。先方はここのマイク前に申告でお願い。はい、上の方はもう聞きました。はい、 OK。 下の方の茶坊主デレロー杉松木用友達チーム、誰行くの。あ、そこまでではないっす。まあやばくないっすか。ヒデのおならでゲーセンが壊れる。あ、ゲーセン壊れるよこれ。やばくないっすか。やめてよ。いやしょうがないじゃないっすか。この生理現象はね、我慢しちゃダメ、人間は。あ、座ってるってことはもういいのかな。オッケー、じゃあ、うん、どうぞ。はい、じゃあ行きましょう。ワンピーが松木を、ツーピーがシノリー。さあ、多分 X サガット対 S サガでしょう。さあ、じゃあ始めていきましょう。本日のイベントは 5on5、 4人チーム同士の戦いですね。さあ、開幕来ました。 X サガット対 S サガ、 S サガが9あるそうです。だー、一発一発減るな。あー、これやばい。円柱うまい。はいはい、何これ91なのらしい、長州さん曰く。長州さん曰く91。まあ確かに一つ一つの技の減り具合と、まあ確かに全部のね、技の性能がね、上だからね。そうですね、前世の上なんで。あ、2位でうまく寄ってるが、近づいたか、台足、
まあメリットあるって言ったら受け身があるのとスパコンがあるぐらいだからまあね。いやあれお、さあ、ここからどう切り崩す。あ、対空ジェノサイド。そうそうそう、ここからこいつ買いたかった。ブブブ、はい、あー届かない、足が短い。あーやる、ほうほうほう、今の2位で寄ったところに2位でやろうとしたらアパカ出してましたね。2位合戦だね。2位合戦、あのね、2位はね、シノ兄さんの代名詞でもあるんで。あー確かに、代名詞、はい、うん、さあ、うまい具合でマスキオがやってるが、と今のもちょっと遅かった。さあ、釣れない。2位で攪拌めくりは、うおーやる。やっぱ下がっとってめくりにくいよね。まあ表しかないですからね、実質。あとキャラ的に起き上がり早くてできない。あー厳しい。いやー届かない。あ ー, あー上から追いかぶさる。そして台形が減る。さあさあ、チャボーズ、デレロー、スギ、マスキオ、トモダという構成でタコマイクを反対行く。しょうがねえな、下がっと多いですね今日。あ、何使ってもいいです。ゴーティは5000円です。はい、あ、やばいよ、スーパーでやれ。これはどうなんだろうね。まあ、いや、エッサガでしょう。エッサガかね。あー、受け身がライナで食らうとかなり絶望。そしてこの画面端、あ、台形が入るが踏まされる。あ、まだこれなんかね。さあ、奇跡奇跡。さあ、高めチューパンはあったあったはいいがダメですね。さあ、コメントでガイル使えってのって書いてある。これガイルの方がきついでしょ。あー、場合によってはって感じじゃないですか、うん、まあ、最近スジさんは割と S バイソン使ってるんで、まあそっちの方が自信あると思ってのことなんじゃないかなって、はいはい、ヒデさんの対戦相手ってバルログにならないかな。別にバルログでもいいっすよ。多分今日メインでバルログいないと思うんで。やばい、これヒデが煽ってるよこれ。カスです、割る、すらせ。さあ、こっから、あー、おー、ねじ込み。この男、いや、カスです割るのはね、しょうがないですよ。これね、これもう人間性能そのものなんで。ヒデてめえ。さあ、投げて。コメントが出てますな、今日はもう。さあ、グランド、あー、空対空されて、どうなる。さあ、当たんない。あ、バカッと立ち出し、ね、いやー、厳しい。下がっと、え、下がはね、難しいんじゃないですか、ユーリは。あー、これはタイガー、タイガ ー, タイガ ー, タイガー、レンガですね。まあ、今ヘッドで避けても台足食らっておしまいかな。そうですね、まあ、X サガットに関しては多分いけるキャラ超多いんですけど、こと S サガに関してはやはりみんなやれてない、キャラ対が難しいというところはありますので、まあ、特に最近のででかい大会の結果見てるやん、分かるよねっていう。さあ、誰が行く。座ってるのはデレロー、リュウが行く。デレローはリュウですね。まあ、キャラは自由なんでね。はいはいはい。さあ、ファイヤーから、さあ、友田さんと連呼が来ている。このコメントだが、なんか今日荒れてんな、もうコメントが。さあ、あー、まあ昇龍難しいですね今のは。ジャンプ台形の先端は昇龍で落とすのはちょっと迷う感じがする。さあ、ジャンプ台形先端に大アパカ行って、さあ、こっからどう切り崩す。さあ、デレロー龍もかなり最近は上手い。いい昇龍。さあ、真空持って、あ、今いいですね、ガクガク。さあ、こっから打ってしまって、いや、今いいですね。さあ、あー、しょうがない、まだやれるぞ。あ、運がいい、運がいい。よだれ出ました。今デレローさんの口からよだれが出ました。それ、あのイメージだからね、あの、はい、実際出てないから。うまい。お、波動を踏ませて、これね、置き攻めも難しいのよね。グランドタイガーとかにはやはり竜巻とかでゲージ回収プラス、いい、あの、まあ寄せるっていう人、いいよいいよ、なんかハマってるよ。あ、うまい、なんかハマってるよ。あ、なんかハマってるよ、ハマってるぞ、ハマってるよ。あ、惜しい、受け身がない。しかし、よだれを垂らしたデレロー強いぞ。ね、体力リードして真空持って、あー、クータイク、まあ惜しいですね。オッケーオッケー、一方的に落とされそうな場合、あ、これは2、3、4、5はガードです。こっから相打ち、相打ちでやーれ、やりおる。エッサが倒しましたね。
お、ここで青崎さんがなんか伝統の一戦、よだれを垂らしたデレロー、今日は強い、画面がよく見えている。そんな中で登場は青いパンツを履いた男青サイクロンお、うまいなんか道着狩りが始まると。あ、やばいよ、我慢、お互い我慢、こっから見える、あー上出ない、まあ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 、おっと今も弾きに行こうとしたけど、しかし地上戦はやはり残留利なので、うわー、うまい、ジャンプ台パンからちょっと歩いて弾いてスクリューです。はい、は理論上はやはり残留利の試合にはなるんですがやはり人間がやるのでダブラリが出なかったりとか、波動拳を直前でガードできなかったりとか、そういったところがやはり流有利っていう風なような状況にはなっているというところでしょうか。うまい、しかも優しくない方、あーこれは大、あーうまいですね、ですね、もういやというかやってる側からするとやっぱね、残儀使いね、竜は嫌よ。青、ここで注目したいのは、はいはい、青サイさんの弾きの時の左手の位置確認ですね、はいはい、結構ね、ブワってくる場合があるので、なんかさっき見たら結構逆方向にもブワっていってて、ね、あ、マジですか、うん、はい、さあここで出てきたのはえ、チャボーズさんでしょ、チャボさん、うん、あ、お、でしょ、あ、ですね、はい、うん、さあ黄緑おパンツチャボーズさん、黄緑おパンツとね、サガット多いね。そうですね、ダブラリ失敗はね、ザンディはちょっと生命線を断たれるような感じなんでさあ、しかし試合運びはチャボさん、すまんの、あ、うまいな、立ち壊しからのしゃがみ対してガード、対空は出る、おっと、お、あさあちょっと紛れがありましたが、なんとかなりましたね。今もちょっと早めにダブラリ出してたら後ろに下がって当たんなかったかもしれないから、ね、はい、さあ、あーダブラリが出ないマン、やっと出た、危なかったぞ今、3発目はピュオリーチだったので、さあいい前で打ってますね、ダイヤシ入って壊しから直に行く、体力はほぼ5分、下がった相手には、さあこの3発食らってね、イーブンっていうのがね、これが下がった残儀の魅力、まあそれしかないからな。さあ立ち台、立ち台パン、あーっと、あー弾きミス、ミスってところに最大、おっと、あー壊し、あーこれは技の振り方がチャボさん上手かった。さあここでおちゃる丸、勝手に名前を変えられた男そして今日 T シャツには日本のアクト、イビルオブジャパンと書いてあります。まあここでバルログですね、名前変えられちゃったら、ね、名前変えられる男ってやばい気がするね。魚介類がマイク持たざる得ないほどに人材不足が深刻、魚介類か俺、マジか、ヒデも魚介類だったんだ、ヒデ魚介類だったら何になりますかね、なんだろうねヒデね、え、なんかちょっとあの いいものにして、マグロとかグラデヒデマグロかさあ1本目はまずはおちゃる丸、さあ上から、あーテーラー出ない、まあ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 、さあ爪爪で相打ち、相打ちはダメージ分けですね、痛み分け、さあチャボさんしっかり画面を見ているが、やはり相打ちは分が悪い、アッパカこれでやって、なんか当たりましたね、さあ待っている、アッパカ、あ早出しですね今、まあ、あーうまい、おー飛んだところに当たっちゃった、今のはおちゃる丸さんがもうすぐ飛ぶだろお前読みの大大なんだっけ、上タイガー大タイガー、そう大タイガーさあ下下上いいですね、しかし大体この連携みんなやってる、あーうまい、うまい今のは、さあ2回打つも当たらず、スライディング入ってゴロゴロいかない、まあでもねバルログのねジャンプダイパンはね非常に強い技なので、はい、あれ割と期待値、ほう、あー先出し飛ぶとね、ひょうだからね、ひょうのね軌道は結構空中で変えられる、その壁切る前に変えられるんですが、そうそう、どうなる、わっ、おっと、あっと、あっ、投げて投げて死んでしまった、今のはでもサガットの飛びが割とすごい高めだったので、はいはい、あえて前に行って高めぐらいして暗い投げが正解だったかもしれないですね、あの局面、まあテーラー溜まってるのが割と正義ではあるんですけれども、うん、さあ出てくるのは中島ガエル、
まあさすがにここでら辺で止めないと。そうですね、サガトに抜かれるっていうのはやはりちょっと辛いものがありますね。あともうだって 2P 側は、あと長州さんしか残ってないからね。そうですね、今中島長州残ってて、反対側は茶母友だ、あ、副将同士ですね、なんだかんだ、あ、なんだかんだ、まあシーソーゲームにはなってんのね。そうですね相打ちで OK だけど、あれ中島くんの声ってどんな感じでしたっけ。イソのストツしようって書いてるよ、うん、イソのストツしようみたいな、お前違うね、それ言ってねえな、それちびまる子ちゃんじゃねえか中島の声なんだったっけ、どんな感じだっけ。それはちょっとググってもらった方がいいかもしれないね。おー、うまい、さあこれで1ドットをリードして逃げ切る。今のサーバーやばないっすか。すげえな。いやー来てるな今の、神髄サマーでしたね。結構ね、ガイルの、ね、飛びからのね、直サマーってね、いやーやりますね。そう、まあガイルの、うん、飛び自体は結構不安としてるので、ため猶予は結構あるので。最近ね、ほらムエタイダブルが好きな人、あーいますね、あの人がやっぱさっきみたいにジャンプの飛びから、はいはい、ダブルっていうのを、はい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 、結構残技って投げ返そうとしてね、全部トコトコトコってくる、はいはいはい、うん、チャボさんの技の振り方、あ、今うまいですね。アタッカーに大体行きたくなるところをちょっと我慢してお互い見てるっていうこのうまさ、いいね、このさあお互い画面を見ているぞ。さあ体力は若干、あー今ので大幅リード。あ、これで並んで中点入って、よし、ラーストだ、スタブ、あーうまいですね今の。でもカラジャンプだったらどうなんだろうってちょっと僕思ったりするんですよね。あえて、はいはいはい、カラジャンプだとこれ絶対スカルじゃないですか。いやどうかな、サガット自体結構でかいし、ね、まあそうなんですよね。さあ出てくるのは友田ベガ。さあミッションは中島ガイルと長州健。まあキャラ的にはベガでもいける部類の方で。さあでもね、はい、割とね長州さんがね、うん、ベガ殺しの、はい、感じなんで、はいはい、友田さんとしてはやはりガイルも辛いし、あー高め当ていいですね。まあね、さっきも長州さんやってないと、いやーうまい、うん、普通にね他のベガの人とやってて勝ったりしてたから。そうっすね、うん、さあ1本目は友田。さあこれはアントビから打ち身は取っている。さあホバーで突っ込んでくる中継。ミドルはね、出際にやっぱりバチンって当てるのがいいんですけども、うん、いやー今ちゃんと対策ですね。あ、うまい、おお投げる、いやーしっかり見ている。そうですね、あーうまい、中が1、あーいやー見てるなーマジで、わーやる、おお、そういえば ね、 返せるのね、なんかね、中外地って技あるじゃないですか。俺バレーボールの選手だと知らなくて、あー俺ガイルだけに許されたジャンプだ。あーピヨったー、ピヨってしまって死んでしまった。そう、中外地はバレーボールの選手のね。そうで、それ知らなくて、なんかその、うん、ストツで唯一ガイルってこう初代からいるキャラだから、はいはい、このキャラだけに許された中外地っていう技だと思ってました。カタカナで中が1みたいな感じで、はい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 、だよねだよね、多分リアルでね、やっぱそういう知らない世代だとそうなっちゃうんだろうね。ああ、まあそうなんですよね、うん、で後から聞いて、ああなるほどねって。まあまただのは逆 TBS とかっていうね、剣そっちの方が分かんねえからな。まあまあとりあえずこれ大将戦ですね。さあ長州剣大将対決、やはり膝から行く長州。今日のああ膝見切った、ネリシャギやばい。さあ、あ、しかも今巡りもさあ、なぜか友田の技が全然当たってない、不思議な感じ。投げて中継。さあ体力はなぜか逆転している。まあこれで仕切り直し、お、ちょっと危なかったが勝利点、勝利はめくりはガードできない。うまい、それができなかった。ベスタが出ないのかおじいちゃん。確定はい、確定、もう長州さん笑っております。連覇が出ない、出ない、今日も出ません、この男。ただ今は竜巻でね、殺しきれるかなみたいなところもあったんだろうね。いやでもね、竜巻ね、うん、友田さんの判断がうまかったですね今のは。まあね、こんばんは。あーっと、これはめくりは表から行く、ジャンプダイバー TBS やら膝、
うまい。一瞬待って、台足。あ、お、投げ返す。あ、いや、ちゃんとね、あ、あ、今ね、連覇チャンスちょっとありましたね。連覇チャンスにはならずと。今の中キックもなんだろう、竜巻のミスかな。いや、どうでしょう。まあでもね、結構ね、長州さんはね、この飛びに対しての期待値、かなり、あの、研究してるんで、うまいな、今の。やば。さあ、めくり、あ、めくれない。あー、今の一文字は。おー、おーっとっとっと。チューチュー。今中盤から台足の方が良かったんじゃないかなっていう。さあどうなる。うわー、ゲージ持って、あ、見ている、見ているのか、アントビー。ここはあ、中盤、あー、出た、超級キックでお茶を濁す。ミニカテル、はい、ヒデさん、はい、こんばんは。ミニカテル 5-on-5、 そうですね、ミニカテル5ですね。左上が勝ちですね。さあ、じゃあ次はヒデ山本、バイパーカーシム裏手に対ウネ破天荒ゆうべがタコ様機械でいきましょう。というわけでマイク誰かお願いします。はい、じゃあ先方申告お願いします。あ、長州さん、今日はね、スト2のことを全然頭にね、ないですからね。まあ、アイスボーンがやりたくてしょうがない。まあ、それでもきっちり勝ちましたね。はい、じゃあ上の方は聞きました。今チョコバナナってなんすか。わかんないです。なんでしょう。なんかネタがあるのかな。チョコバナナ口に加える姿がみたい。はい、さあ、じゃあ先方さっき、ね、座ってください。さっき、ね、レッパ出なかったんですよ。削り角のレッパが出削り、もう確定の確定でしたよ、出てれば。最近 1P 側のレッパが異様に出ないんですよね。はい、山本チュンリー対タコ様ザンギ。さあ、ほぼ山本さん強くなってますからね。この間俺負けましたからね、山本さんに。お、なんか外人さんがイースト、ウエスト、俺東大生の出席率8割を誇ってましたからね。え、外人さん。外人さんじゃないですか、明らかに。この日本語が明らかに翻訳っぽい。あ、翻訳っぽいですね、これ。プラス400だからね。500回あるうち400回出てましたからね。400回以上出てましたから、ね、すごいな。さあ、ここではめていく。やりすぎ。死んだか。さあ、はめていく。さあ、飛んで、はめて。さあ、端っこで。で対応できないと死にます。死にますね。まあ、端っこに取れたらぶっちゃけバックジャンプしてりゃいいんですけどね。ほう、だいたいね、あんま上手くないザンギだと。それだけで、あ、飛んで、まあ、はめて、ね、回って飛んで、あー、体育。さあ、これ今のね、めくって後ろに行かないと端っこで死にますよ。ガード、今のもね、ガードできるってことはダブラリが出るってことなんですよ。ああ、なるほど。ダブル出されたら死ぬんですよ。あ、死んだ。さあ、はめていく。タコ様、うまかった。タコ様、これチュンリ倒したのはでかい。でかいですね。さあ、誰が行く。さあ、バイパー、カワシム、
裏手にヒデ、はい、これはね悩みどころですけど、俺はヒデが行くべきだと思います。あ、残儀だからな。いや、相手がキーキャラはユーベガなんですよ。で、ユーベガに勝てる可能性がないのはヒデなんですよ。なるほど。だからヒデを使っとくっていうのが、ヒデを使う正解。ヒデを消費。なんで、ユーベガってヒデ残してダメだから、使っときゃいいんだよ。使ってユーベガ引っ張り出させて残り全員で倒そうっていう。お、その通りに。さあ、ヒデが出ていく。ヒデはね、ユーベガ以外には多分全員勝てるんで、大将ユーベガが引っ張り出すか、ユーベガが最初にトトロ出て行って殺すか、どっちかが相手が選べるんですね。で、これヒデ勝ったら、2P 側は即ユーベガでいいと思うんですよね、僕としては。なるほど。おお、うまい。あれ、うまかったけど。ヒデさん、ヒデさん、あ、これ、コエモンが喜ぶよ。あ、ヒデ、ヒデさん、ヒデさん、ヒデ、ヒデ死んだか。コエモン動画が増えるよ。あ、死ぬか、死んだか。おお、さすがに。あ、はめていく。死んだか。おーっと、そうですね、テンション上げたら裏行くのが手堅いですね。さあ、どう。さあ、危ない。あ、クラゲが強い。さあ、どうだろう、これ。おー、しっかりしてな、そこは。昔のヒデだったらあれ側として死ぬんですけどね。いや、期待できますよ、これ。まあ、まだありそうですね。まだ期待できます。ちょっとね、ヒデの動きが怪しいですね、これ。ヒデなんかちょっと硬いですね、動きが。硬い感じですね。これね、残にね、飛行戦列使うべきなんですよね。飛行剣打って、うん、もう相手が飛んでようが飛んでなかろうが、戦列打っちゃっていいと思うんですよね、僕は。打っちゃっていい、うん。地上にいたらレンガの戦列で、対空だったらまあ普通に出せばいいし、いや、飛ばれる可能性がある飛行を打ったときは必ずもう戦列はそのまま前に出しておくべき。ほう、だと思う。さあ、さあ、これで 2P 側が誰を出すかですね。まあ、機械、まあ、チュンリー狭いんで機械もありですけれども、さあ、ゆうべが残すか、とっとと使うか、どっちか。さあ、機械が行く。ゆうべがを残す作戦に出ましたね。残しましたね。俺は絶対ゆうべが出すべきだと思いましたけどね。ゆうべが対その他全員みたいな戦いになった、なるべきだと思うんですけど。さあ、ヒデはね、基本的にゆうべがには勝てないんで。おー、おー、やる。これでかい。もう一回食べたいですね、これに。さあ、はめていく。なで返しの機会。さあ、これ投げで死ぬよ、チュンリーも。あ、これ死なないか。ちょっと死なない体力になったっぽいな。飛び。体力はガイルや逆転だが、チュンリーは戦列をチャージ。いい勝負。お、さあ、体力は振り向いた。ヒデ偉い。ヒデね、冷静に戦ってる時はめちゃめちゃうまいんですよ。いやー、うまいっすね、うん。で、パニックったらやっぱりいつものヒデになるんですよね。なんでヒデ相手はパニックらせるのが大事だと思いますが。パニックらせる、まずはパニックらせる。パニックらせるっつってもね、なかなかね、キャラ差があるとね。そうですね。なかなかそうやってもいかないですよね。痛すぎる。ひー。さあ、どうあの、これ
どうなんでしょうね。まあ、ゆうべがここで出なかったってことはもう大将でしょう。だからこれも破天荒さんとか行っちゃっていいんじゃない。ゆうべが行かないんだったら破天荒さんだって、破天荒さん闘魂藤沼を抜いた男ですからね。そのネタ引っ張りますね。引っ張りますよ。もう一生言うまであるからね。さあピオリーチ、おお、ピオなかった。なあ、全然落としがなかったが逃げて、さあ天候さんが真空チャージがしたが、あった、これが手づり感ですね。これはもうか死ぬしかない。さあ対空が出ない。苦しい。さあ中足に波動が繋がらなかった。さあ戦列で拾いそうな位置だったが、うわー大キック出しちゃった。なげー、あれ大パンチ出すと当たらないんですけどね。え、ウネがいるかな。そうですね、あと残るはウネとゆうべがなんで、まあ、うねでしょ。さあうねくんも成長著しいんですけれども、いやーきついな。さあうわ、しかしヒデの壁が高い。壁って高いのか熱いのかどっちなんだろうね。まあどっちでもいいんじゃないですか。まあ確かに熱くて高い、熱くて高いと乗り越えようとすると、まあ、高さが問題で、穴開けようとすると熱さが問題みたいな感じですかね。さあめくって投げて、もう一回投げて、もう一回ないガーッとナイスガード。さあライルが、あー今のトビアガードさせたかったですね。うね、あー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 。さあ大将のゆうべがを引っ張り出す。まあここまでは計算通りでしょう。まあ、これでヒデがノリで倒してしまうこともあるのか。さあ苦手のベガ戦。大将っすね。さあ元キック届かないのかな、どうなんだろうあれ。さあなぜか大キックを出していた。さああの遅らせダブル2ですね。投げる大キック、蹴っていく、投げる。さあやっぱり死んでしまうのかヒデ。このマイク壊れてますね。鉄のところが、鉄の、いや、あた、ガムテープで止めてるんですね。それも。なるほど、マイクで結構高いんだって。のいくらすんだろう。お、うまい。さあヒデが中足投げる。そうですね、もう投げて殺しがないですよこれ。これ慣れたら死ぬんだよねこれベガ。ああ、これはさあ、あのデビリバにね。さあ、これね、上から来るベガを。あさあ、おあーあーダメだ。まあ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 、まあここまではワンピーがもう分かってたことでしょう。ああ、予定通り、予定通り。まあヒデがユーベガに勝つ図が浮かばなかったですね。ガードしようとした時点でもうダメです。ああ、裏ケニバイソン。まあバイソンベガはバイソン有利なんですが、バイソン側がベガ戦を知らないと全然ダメなんだと思います。
一方のゆうべがは知らない組み合わせはおそらくないです。全キャラキャラ体できてるはず。全キャラキャラ体できてる。お、掴んで投げて投げて、さあ4対1で4対1ですが、どうなんですかね、ゆうべが止めれるやつがいるから、カワシムはね、ゆうべがカワシム9-1ぐらいありますよ。おお、ヒデと同じぐらい勝てそうにない気がするんですけどね、個人的には。うわー強い。まあバイパーが勝てなかったら勝てないでしょう。どっちが先行くか。あー、どっちが行く。あ、カワシムさんですね。基本的に両方チームとも勝てそうな方を後に残す感じなんですかね。うん、裏手にさんも強いですよ、それは。ただ単にユーベガが強すぎるだけですね。お、さあ投げて、まあ、このぐらいの体力あんま関係ないですよね。一回なんか当たるとピュッと死ぬんだよね、ナルシム。あ、まあ、これ入れて殺したい。脱出。さあ危ない危ない。おお、いいぞ。おお、掴んだ。おお、あるのか。今のはベガの撫で角だったんですけど、珍しくユーベガが撫で返しにすぎましたね。もうめっちゃべり込んでたんですけど。さああるよ。うまい。さあピョルピョル。おお、これは掴んで、さあインフェルノで削ってさあ、おお、カワシムはユーベガを倒した。一応引いた。カワシムユーベガ大会で勝ったの初めてなんじゃない。ある、勝ったことさん、いや、ある、ありがとう。さあ、先にルーザーズの方から3位決定戦やります。そんなのやんの。そんなのやんの。はい、というわけで、チャボーズ、デレロー、スリー、マスキー、オトマザ対ウネ、タコ様、破天荒、機械、ユーベガ3手数いきます。さっきのはね、どう考えてもヒデに即ユーベガをぶつけるべきだったと思いますね、はい。こっちはね、あの早めに、はいはい、ヒゲを出して、向こうは早めに夢が出さなかったんで。長州さん、白いの髪の毛乗ってるんで、ちょっと取っていいですか。取っていいよ。はい、ごめんなさい、よ。ほい。あれ、なくなった。あ、あった、これ。付けですね。僕はね。はい、じゃあ、ワンピースピー、じゃんけんして、で、先方はここに申告お願いします。さあ。知らん。先方俺に聞くなよ。死ぬわけねえだろ。申告されても言わねえしさ。何その、長州秀の薄い本福山さん書いてや、あかんでしょ。何も誰得だよ。福山さん得。秀武装が痛かった、あざす。そうなんですよね、あれ即秀を止めとくべきだと思いましたけどね。はいはい、こっち決まりました。タコ様チームは決まりましたよ。さあ、さあ、チャボさんたちのチームは誰が行く先方？悩む方要素あります？オッケー。じゃあ、座ってください。さあ、さっきも松木雄さん、松木雄対ウネになりました。さあ、違うボタンを押したぞ。はい、まあ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 、まだ始まってないんでね。上入れて、ジャック P で、クレジットボタン大量にブブブブブって9回押せば大…もっと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 。さあ、ウネガイル対松木雄サガット。この組み合わせはガイル有利なんですけれども、面白い組み合わせらしいですね。そうですね、結構やはりお互いに各班がそれぞれ、おっ、2位からソニックの出際。そうなんですよね、この、あ、うまい、ピオリッチ。
さあパカ届かない。さあ2位で暴れて、これは表なんですが、ちょっと中足、中継からの名で受け身なかったのがちょっと痛いっすね。おお、逆 TBS。 さあタワットは玉の打ちどころですね。マスキオさんはね、すごく丁寧にね立ち回る姿なので、もちろん期待値込みの暴れもよくやっていきます。なのですごい崩すのが難しいかもしれないです、やってない人は。サガットを、まあ、2位で対空、ちょっと休めだったが、安い気がしますが、まあまあまあ、でも落とすことに意味があるので。さあアパ、うねの回転が早いぞ。さあここからどう切り崩す。まあとりあえず玉モードに持っていきたいですね。玉、まあね、モードでちょっとずつ時間があるので削っていくところにガイルがどう仕掛けていくかというところの構図。やっぱりしかし当たらない、ちゃんと硬直を減らしている。さあ当たらない、おお、割り切った、まだ分かんないぞ。あー、さすがに上は通さず。まあね、ソニック打ってなかったらね通らないですよね。そうですね、ソニック打ってたら上の期待値はかなりバリ高だと思いましたね。さあ裏剣確定、しっかりしているウネガエル。さあこれはソニー、おー美味しい今の、美味しいですね。さあこの2択、結構やっていく男ですね。やってきますね。いやもうね、あうまい、出際に大パン。さあお互い殴り合いになっている。あっ、そう、チューチュー確定、こっからあー出さされた、ね、今のは振られましたね。さあウネガエルが手堅く勝利といったところでしょうか。見てからやってもね、ガイルの場合は間に合わない可能性が非常に高いので、あのソニックに対してデノサイドなので、やはり先出しするしかなかったっていうところで出させられたが正解になりますね。まあそれ以外に攻める方法はあるかと言われると、前歩きしてなんかするかっていうと、やはりちょっと難しい。ガイルのしゃがみ中継が思った以上にかなり早く機能する場合があるので。さあ出てきたのはデレロウリュウ。ウネガイルとデレロリュウは結構やってんのかな、はい、どうなんだろう。いや、あんま、あでも木曜日やってるかもしれないですね、対戦会で。ニュートンの、さあ、第5スクラナで、これはお見事。結構家は近いはずですけどね。あ、どうなんでしょう、ちょっとその辺は分からず。ウネ君は多分この遠征だと思うんですけど、デレロウさんはちょっと聞いたことないですね。デレロウさんもチャレできてるからね。あ、そうなんですね。さあ、アップを よく今の裏点をしゃがんでおきましたね。もっとわけの分かんない展開になっている。あー、これは厳しい、どうする。さあ真空使っていく。あーだよね、あそこバックジャンプできるかどうかでしたね。バックジャンプするしかないんだけどね。まあそうなんですよね。まあでもそこでバックジャンプして何も出してなかった時の絶望感がやばいんで。さあうまい、高い高い。さあこっから、あーバックサバタに当たりましたね。さあ地上から行く、上から行かないんですね。上から行った方がかなり選択肢が狭まるので、スタブ。いやちょっとやっぱりガイルはやり慣れてない感じがありそう。あー、アントミミス厳しい。お、あまだありそうだがちょっと厳しいか。あー裏剣小高スペシャルですね。とりあえずサギ飛びの練習から始めましょう。そうですね、まあサギ飛び、ほんとこのゲームサギ飛びも90% 以上成功させられるものはかなり優位に試合展開できるので要練習です。ただコンピューターとやる場合はフォークの場合アントビーがちゃんとしててもなぜか返されるという謎現象があるので、まあ、対人戦で要練習ですね。さあ出てきたのは次 S バイソンかな。さあウネは殺したいですね次。そうですね、まあやはりガイルをねウネ君使ってるんで。さああ、うまい、画面を動かしてのこの踏ます方。しかし高ーい高いな皆さんアントビ練習しましょう。アントビ超、アントビは超大事なスキルです。アントビ練習しましょう。バイソンのヘッドで落ちる高さですよ今。そうですねもう伸びきったレフトアッパーが当たる。さあ裏剣、さあウネガエル杉対策ができているですね。さあ、あ厳しいですね。さあ中継中継、ソニックソニック、まあしっかりと勝利いってますね。こんばんは。あと誰がいる。
さあ、あとはチャボーズとチャボーズ友田ですね。友田残すしかないですよね、もうしょうがない。まあそうですね、全員いける組み合わせは友田さんはいけるかもしれないというところなんで、はい、友田もね、ゆうべが相手以外だとまあ割といけそうだな。まあ同キャラはちょっと難しいですからね。さあ、ゆうべがが同キャラを裏転やるのか。これってキャラ選変えていいんだっけ。キャラは変えていいです。そうですね、友田が先にベガを出すと、ゆうべは DJ を出す。で、多分出すと思います。ゆうべは先にベガを出してると、友田はおそらくバイソンを出す。そうですね、そういう組み合わせになりますね。お互いベガベガを嫌うんで。まあでも多分先に出るのは友田でしょう、この展開で。まあそうですね。さあ、チャボさんが、前そばがうまい。守りながらもかつ、前に出れることもできるよと地上で。それがガイルの強み。投げて受け身は取っている。受け身取っていれば正義ですね。今のバックジャンプできそうだったけどね。バックジャンプでも今そのでもあれじゃないですか、そのダブルサマーの2発目のところにジェノサイド合わせたら勝つんじゃないですか。どうなんだろう、届くのかな。ワンチャンいけそうな感じはしますけどね。まあわかんないですけど、やったことないんで。今の大キックは安かった、実は。まあそうですね、中キックで出して地上に釣られた方が高かった。はい。さあ、うねが手堅い。いや、確定逃すがやれるのか、こっから。前そばは入らず、どっかで飛んできそうだが、やはり打ち続ける。やっぱ飛んできた前そば。あれ強いですね。フェイントを1回かけると前そばが読み合いになっちゃうんですね。まあそうですね。さあ、友田がやはりベガで行くでしょう、きっと。あの前そばを透かして台足とかでキッキリ取ったり 大パンチで差し返したりできていれば、はい、上がったらそこそこ戦えるかもって、ね、さあ友田がどこまでやれるのか。残ってるのは破天荒機械ゆうべがさこ様、いや全員か、初手ですもんね。うね、友田がゆうべがを引っ張り出すとこまでいけるか。お、今度は飛びめくり、うねがもうこのままノリで行きそうな気はしますね。縦を行くのか。いや、ありそうですね。やはりね、こう人数を倒してる相手を倒すっていうのは難しい。さあ、ちゃんとしている。画面端はゲロキス。さあ、ガードしている。投げては減る。おお、減った。さあ、うねが乗っているぞ。ガイル、これ3本当ててめくりは勝てるんでね。はい、そうですね。まあ、あるっちゃあるんですよね。さあ、こかした、でかい。さあ、しかし友田も冷静だ。うわー、中が1。さあ、やりづらそうだぞ。どこで切り崩す。踏まされる。うわー、クータイク。うわー、釣られない。バックジャンプしてますね。さあ、おー、正面が来て。なーねー、ウネが動かって。なんかこんな感じになりそうな気がしましたね。まあ乗ってましたからね。さあ、というわけで3位はウネチームでしたね。さあ、決勝戦やりましょう。マイクお願いします。さあ、決勝戦頑張ってください。もう全くやる気がしないんですけど、なんとかしてください。はい、決勝。はい、先方ね、先方。今何人見てんの。今15億人ぐらい見てます。みんなモンハンやってないのかな。モンハン、ジュースさん、モンハン。はい、相手チームがヒデ、山本、バイパー、裏キングあれ、こっちのチーム、ダルシムどうやって倒すの。はい、先方、申告してください。はい、はい、ヒデチームは先方決まりましたね。
時間。はい、はい、じゃあ先方決まったので座ってください。先方戦、さあ決勝戦の先方戦、キャラは何でもいいです。お、龍。さあ山本龍対おちゃる丸バルログとなりましたね。さあ決勝戦はおちゃる丸青祭中島長州篠兄対ヒデカワシム山本裏手にバイパーとなりました。さあ山本がチュンリではなく龍を選択、はい、え、バルログはチュンリより龍の方がやりやすい。いやー、あーでもね、わかんない、そこは個人の体感だと思うんで、まあ熟練度によるかなというところですね。あーあ ー, あ ー, あー今の前飛びコッパン弱低下の期待値ちょっとありましたね。ワンチャンあったね。ワンチャンありそうでしたね。ピオリまであったかも。ありそうでしたね、うん、ちょっともったいなかった。さあ空出すから、あーテイラー超早だし、おー勝利出る出るね。あー、なんかガスガス飛んできますね。まあそれ正義ですね。テイラー出せないプレイヤーにとっては前飛びはかなり厄介なので、大勝利大胆。いやでもね、ありですね。こう試合を壊しに行くのはああいったあの最大かつあのでかい技で相手を殺すのが一番なんで。さあさあこれで分かんなくなった。あーおー、あ投げ返してる、やる。さあ山本龍結構大胆な動きで相手の心を壊しに来たか。いやでもね、一つはねやはり心のゲームなので、あー惜しい、大勝利だったら勝った。一つは心理戦で間違いないと思います。さあハイクロー、あれはちょっと心折れますね。さあ投げて打ち、あー中5さん発生が遅いからしょうがない。ひょー、おー振り口昇竜、あーテーラー、ひょー、あー今昇竜出てましたね、惜しいな。大パン、さあどうしましょう。裏手にが行く、まあや、まあバルログにバイソンはね全然当てられるんでね。そうですね、はい。まあフォークという選択肢はちょっと薄いと思うんで、バルログに対しては、まあ割と順当な、自分から裏に裏切りさんがやりに行ったので、これ期待値高いですよ。ちょっと高い、あー美味しい。さあグランド、あれでも高いんだ。チューチュー入って投げて、さあどうなる、中継からグランド我慢している。これはああ投げ返している。今のはワンチャンバルログ側が投げてたら死んでました。そしてヒデはおならが止まりません。ちょやめてよやばい、環境汚染やめてくださいさあなんかやりに来てるぞめっちゃ。あ、これはワンチャンある、殺せる、チュー、あるぞ、よく決めて、あーやっちまった。あれは立ちガード安定でしたね。さあ青斎さんが座る、ヒデいいこと言った、どのタイミングで言ったんだろう。おならが違う違う、おならが止まらない、おならはその後、ちょやめてマジで、さすがにその後やめて、ニュートンの空気が大丈夫、エアコンいっぱい吹いてるから風で…あ、ヒデはフローラ派です。はい、さあさあ、グランド入って、はいはいはい。さあ、この4発でかなり画面を押しますね。さあ、アントビ失敗だが、うわー、うまい超声聞こえる、長州さん絶賛。いやいや、うまいですね。あ、惜しい、あ、あ、あ、やばくないですか今の二択、今の二択スクリューオアバックジャンプで通過のところにバニシングですよ。バニシング新しい択持ってきました。あれ食らいます、あんなん、やべえな今の。さあ今度はもうさせねえぞと裏切りがガスガス画面端に押すが危ないぞ。
やりすぎると、あ、これでかなりリーチですね。はい、さあ、1-1取って、まだ初手どっち？あー、うまい、やりに行きましたね。あー、うまい、ダイヤ染みてからですね、多分。危ないぞ、危ないぞ。さあ、これ体力並んで、もう一回チャンス。さあ、ダイパン、あの如意棒が、あー、きつい。グランド、さあ、裏切りが手堅くなったぞ。しかし、あー、飛び失敗、惜しい。今のはちょっとお互い匂いましたね。ガードしてたらもう勝ってたね。ガードしたらスクリュー角なんで、惜しかったですね、今のは。まあ本当このアントビをしっかりやるがいかに大事かが今の試合でしっかり如実に出ましたね。皆さんアントビは練習しましょう。さあ出てくるのはおじいちゃん長州。バイソンにね、剣出すって結構同点者ですよ、これ。いや、そこはね、やっぱ経験値がありますから。いやでもキャラ差ですよ、これ。長州さんほどのね、経験値があれば2発食らって下がる、円台パン超減る。もう50年ぐらいスト2やってるんでね。ヒデ夕飯なんだったら、ヒデの夕飯はね、あっ、あー、出ない。もうなんかね、ここまでデフォすぎて笑う。やばいな、今逆転の目あったのに自分から潰しに来ましたね。ダイス確定、さあ確定。あー、ダイス、あ、今うまいですね、バックジャンプできるんですね、あれ。あ、あ、あ、はい、さあ、ここから、あー、中勝利、うまい、勝負、うまい。投げるよね、そりゃそうだよな。僕の夕飯は今日はマルツルのチャーハンでした。超うまかったです。あー、勝利が出ない。あ、噛み合っている、噛み合っている、噛み合っている。しかし、こっからある、ある、あ、これあるな、アントビミスなければ。あるある、ある、あれ、あれ、え、今暴れてましたね、多分。もしかしたらなんかやってた、多分ね、弱点からの最速つかみを狙ってたっぽかったんで、中キックボタン押しちゃってたかな。あの、多分投げのボタンを押してた可能性が、うん、チャーハンじゃない、ニオナヒデのおなら。さあ、マジで、マジで臭いっすよこれ。ちょっと今日はそんな臭くないはず。腸の動きがいいだけ、かなり匂ってますね。やめて。さあ、シノニエサガト、残るは中島がいるシノニエサガト。さあ、上、無理はしないですね。さあ、シノニーエッサガはおそらく川勝バイソンと玉島バイソンと鬼のようにやってると思うんで、バイソン戦はかなりやってるかと。ノー、いて、さあ、まだ分かんないぞ。わー、今ちょっと匂いましたね。いや、だからさっきから匂ってるから。あの、技がですよ、あの、あ僕のじゃないですからね。違う、はい。さあ、うまい、如意棒出せたら読み、うわー、早い。わあ、ジャンプ台形一発でズドン。さあ、池袋勢ガンバとシノニーに応援が来ている。さあ、裏切りさん、やり、わあ、やりたい放題、はいはいはい、L、 うわ、はいや、これが裏切り。裏切りさんね、強いんですよ。強い。乗ったときはね、ほんと止めるのが大変。まあ、バイソンっていうキャラクターもそうなんですけど。さあ、大将ですね。そうですね、時報対大将という構図になりました。さあ、如意棒と相打ち、これはガイルが美味しくない。あ、2発でこれ、いやいやいや、3発でこれ。さあ、スタブで追い返した、まだ分かんない、これで、これで形になりそうですね。さあ、投げて、うまい、今のは勇気の投げですね。しかし、如意棒、いや、うまい具合に、わー、あー、見てから。ボクサーキャラで単なる暴力、まあ、まあ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 、ボクシングキャラですからね、それは暴力的でないとね、勝てませんからね。さあ、投げて、うまい。さあ、ソニック、
さあ中島モードに入ったぞ。磯野野球やろうぜって。さあ野球やれるのか中島。さあ中継さあ投げる。さあ似てないモノマネで 会場がちょっとざわつきましたけど。ざわざわしてますよ今。ざわざわってざわざわ。さあ中継スーパーソニック。さあ投げる。さあ中島モード入っている。踏ませて野球ボールが当たるかのごとくソニックをぶち当てる。おさあ噛み合わなくなってきた大パン。うわあやりきった。こっからすごい吸った。あこれははいはいはい。あーおーおーマジマジ。え何今の。レンゴじゃないのあれ。あれ割れるの。えマジで。え5発目割れるときある。えじゃあえチュンリーもテンション入れた方がいい。おあじゃあちょっと覚えとこう今の。すごいいい勉強になった。やばいよ今の。やばいな今の。ヒデロならば暴力ではありません。さあバイパーホークが初めて出場。エア優勝ではなく自ら3番手出てきました。もうやばいぞ画面始まる。おーよく覚えた。やばいやばいやばい噛み合ってる。ここやばい。いやしかし今のクレイジー5発目出していいんですね。勉強になりましたわ。さあこっから中島のターン。ずっと俺のターンになってない。あタワー出して勝負。あー大抵あれね弾持ちたら十分注意した方がいいです。フォークの円台径はかなり伸びます。長いめちゃめちゃ長いです。大径大足ですね。さあ中島ガエルがかなり手堅くなっているが危ないぞ。さあソニック踏ませて。おっと中継で確定確定。危ない危ないよくさまでした。さあ踏ませましたね。今のはあれが出ませんでしたね。コンドルがコンドル、はい、さあ中島ガエルどこまでやれるか。スタブガイをしかし、まあ、今のは寄れない。あバイパーチョップ。さあ一気に画面端だがかなり冷静にお互いやっている。さあ釣ろうとするも釣れない。うまい。さあうまい。あセーフ。さあこれはバイパー苦しい。サマーさあ俺行こっかな。さすがに大将はカーシムさんに任せよう。さあ 1P が残ってるのがヒデカワシム。さあここまで来ましたね。さあまずはヒデが出ていく。あチュンリガイルかなりキャラ差はありますけど。あリードしているのは中島ガイル。うまい。チュンリー戦を心得ている。なはめていくはめていく。くぐって投げる。うまい。あヒデ死んだかな。わそばそばそばサマー。さあ中島ガイルが完璧。クータ行く。さあ画面端これはガードした。さあクラゲを連打してゲージを貯めに行くヒデ。終わったか。さあさあ匂ってきた匂ってきた。あーそばったタイミング合わなかった。さあしかしあクレジットボタン。しかし最後はカワシムですね。ダルガイル。いやガイル戦難しいな。
いやメインキャラですから、かぶせじゃねえからさあ、長州さんが怒っている。 8.5 対 1.5、 中島の快進撃はどこまで進むのか。 8.5 以上ですね。さあ、わあ、今のはかわいこすぎる。ワンチャン、ワンチャン、ある。これまだわかんないな。まだある、全然ある。さあ冷静にガードですね。あぶれ、おあ、あーつえー、2フレ発生、つえー。さあ中島やれるのか、こっから厳しい。どうする、どうする、あー厳しい。さあ中島ガエル、もう一回言いたい、いその野球しようぜって言いたいが、相手はガイダルシム、かなり苦しい。さあハデさんが黙っているか関係ありませんヒデマイク続行です。ざわざわ、さあ苦しい、いやー苦しい、いやまあガードオッケーなんですよね。え、これもね、そう、直面ドリルでオッケーなんですよ。あスラスト早い発生。あ中島の快進撃もここまで、しかし強かったですね中島ガエル。というわけで勝ったのはヒデカマシム、山本由良にバイパーチームの優勝です。おめでとうございます。さあ、というわけで優勝チームはね、あの写真撮影なんで、バイパーさん、そのままお待ちください。写真撮りましょう。優勝チーム。はい、というわけで本日の大会以上となります。まあ、のじゃあやっていきましょうかね、皆さんね。僕はちょっと23時45分くらいには帰るんで、まああと20分くらいのじゃあしてから帰ろうかと思います。ダルシムね、カーシムさんは本当うまいっすからね。カーシムさんとやりてやろう。はい、じゃあ本日のランバトはこれで終了です。次回は、9月21第3土曜日ですね。まあ、皆さんね、ぜひご来店いただきたく思います。楽しいっすよ。配信台はカワシムダルシム対ヒデチュンリ。いや、まあ12時頃まではちょっと配信垂れ流しておきます。
Oh!
Yeah!
ー